エルバンゲンドイツ語発音、ルバンは、ドイツビュルテンベルク州シュットガルト行政管区の、オストアルプ郡に属す市である。バイエルン州との宗教近く、アーレンの北約 17km に位置する。人口、約2万7000人で、アーレン、シュベービッシュグミュントに次ぐオストアルプ郡第3の都市であり、周辺町村の中級中心都市となっている。 エルバンゲンは1972年2月1日から大規模軍都市に分類されている。アーデルマンスフェルデン、エレンベルク、ヤクストゼル、ノイラー、ライナウ、ローゼンベルク、ベルトと共に行政共同体を形成している。本市は1806年以後小さな大学を有するノイビュルテンベルクの教会中心である。見どころは 高キロマネスク様式のバシーカ教会であるセーフィトゥス教会、広いルネサンス上官、シェーネベルクの巡礼教会などがある。エルバンゲンは、ヤクスト川上流部に位置する。幅約10メートルのこの川は、地域内を通って、北北西に向かって流れる。地域の南西方面、ライナウから本市に入った、この川は、シュレツハイム地区とローテンバフハ地区との間の約1、 キロメートルの間東北東方向に向きを変える。本市の中核市区はこの川の右岸にある。川は市の中心にある高台のふもとで、再び北北西方向に流れを変え、リンデルバッハ地区を通ってヤクストゼェル方向に流れ去る。地域は多くの部分がヤクスト川の東側に存在する。地域の面積は127.43。 平方キロメートル、アルプ東部フォアラントとシュベービッシュ・フレンキッシェ森林山地を一部に含んでいる。これらは共に、シュベービッシェスコイライアスラントに属す。シュベービッシュ・フレンキッシェ森林山地のコイパー地域と、アルプフォアラントとの境界は、中核宿の東端と南端付近を通っている。中核宿は、東のライアス紀の高台にあたるシュロスベルク及び、シェーネンベルクの上にある。 エルバンゲンは、北は、エレンベルク、北東は、シュテッドレン、東はタンハウゼン及び、ウンターシュナイトハイム、南東は、ベストハウゼン、南は、ライナウ、南西は、ノイラー、西は、ローゼンベルク、北西は、ヤクストツェルと境を接している。エルバンゲンの地域は、中核宿と1970年代の地域再編で、合併した4つの旧プファルハイム、 リンデルバッハ、レーリンゲン、シュレツハイムとそれぞれに属す小集落からなる。プファールハイムとレーリンゲンは中核市区からそれぞれ1 1ロメートル7キロメートル離れている。これら4地区はバーデンビュルテンベルク州の市町村法によるオルトシャフトであり、各市区の住民選挙により、市区長と市区議会を選出することができる。中核区と市区には、 固有の名称を持つ住宅街や市街地がある。これらの多くはそれぞれ固有の歴史的背景を有している。中核地区には建設時に固有の名前を付けられた住宅地が存在するが、その詳細な境界は確定されていないことが多い。エルバンゲンはオストビュルテンベルク地方の中級中心をなしている。その影響地域はエルバンゲン市自身の他に、 オストアルプ郡北部の十町村、アーデルマンスフェルデン、エレンベルク、ヤクストツェル、ノイラー、ライナウ、ローゼンベルク、シュテッドレン、タンハウゼン、ウンターシュナイトハイム、ベルトである。州統計局の2015年現在のデータによる。地域の北部と西部は、コイパー中期のシュトゥーベン砂岩の地層である。様々な比率でドロハイイワーを含有した左岸の層は、 シュベービッシュ・フレンキッシェ森林産地に典型的な狭い範囲での土壌の変化をもたらす。エルバンゲンはこの森林地域の南端、コイパー地域やアルプホアラントとの境界近くに一致している。エルバンゲン中核地区とそのやや南東に位置するノインハイム地区との間に南ドイツ地域で特徴的なケスタが見られる。傾斜が形成されたのはここではシュバルツェ・ジュラキである。 やや風化した泥イ岩の岩海が急な斜面を形成している。ヤクスト川の水面から数メートル高い位置の中核地区にあるエルバンゲン駅は高度433メートル、シェーネンベルクの高度は海抜516メートルである。シェーネンベルクはライアス高地の張り出し部にあたるシュロスベルクよりもやや低い。さらに東に位置するレイリンゲン地区やプファールハイム地区は シュバルツジューラ高地に位置する。ここには主に粘土を含有したドロハイワの土壌であるペリサル、ブラウナードンやペルソルが分布している。シェーネンベルクやシュロスベルクから南東方向のライアス高地は高度差があまりないことナウ側の平地である。ヤクスト川の谷からこの高地への少なからぬ高度差は道路建設や20世紀に計画されて結局建設されなかったプファルハイムへの 鉄道建設の大きな障害となった。肥沃で森の少ないライアス高地では特に集約的な農業が営まれた。これに対してフィルングルントと呼ばれるコイッパー産地の栄養分に乏しい土地は主に林業に利用されている。エルバンゲン速攻所の観測地はシュベービッシュフレンキッシェ森林地域の典型的な値である。気候は 主に値軸性で年間を通じて比較的低い降水量と大きな温度変化を示す。月間平均気温は1月の低、摂氏1.2度から7月の摂氏16.9度まで変動する。年間平均気温は摂氏7.7度である。エルバンゲン市内のコイッパー森林産地では年間140日から160日は1日の平均気温が 摂氏10度を超える。フィルングルントでは春になってからの寒さのぶり返しは普通のことでしばしば起こる。コイパー森林産地における平均年間降水量は場所によって変動する。少ない場所では約750から900ミリメートルである。現在のエルバン年にあたる地域はケルト時代からローマ時代にはおそらくまばらに人が住んでいるだけであった。 ローマ帝国の北の国境であるリーメスは現在の市の中心部の南数キロメートルを通っていた。リーメスはもともとは2世紀に防御柵として建設され、しばらく後に石壁に作り替えられた。防御柵は現在のプファールハイム地区の中央を通っていた。プファールハイム近郊、現在のハルハイム近くにローマ時代の城塞跡があり、その輪郭が 埋設物によって判別できる。人が定住していた第二の痕跡は5世紀のものである。当時は、アレマン人の村としてのプファールハイムが建設されており、その遺構は、現在も、墓地という形で見て取れる。7世紀には、ヤクスト川の谷にもアレマン人定住地が形成された。この定住地には急斜面の牧草地の名前が付けられ、 アリホの放牧地そばの入植地と呼ばれた。その後、エルバンゲン修道院が設立され、これを機に、フィルングルントでの継続的な入植が行われるようになった。エルバンゲン修道院旧修道院教会、現在の聖ファイト教会エルバンゲンは7世紀に、アレマン人入植地としてシュテルツェンバッハ川沿いに建設された。フランケンとシュバーベンとの教会の森フィル群なの、 入植地近くの丘に、ハリオルフとエルロルフが764年に、ベネディクト会修道院を創設した。この二人の兄弟は、バイエルン・アレマン系貴族の出身であった。これは、例えば、ムルハルト、シェフトラルン、ノイミュンスターなど、現在の南ドイツ地域で数多くあった修道院新設の一つであった。エルバンゲン修道院は設立後数年に、 カール大帝に異譲された。これにより、エルバンゲン修道院は、王の修道院となった。この修道院は、早くも814年4月8日に、ルートビィヒ経験王の文書に、エリヘンイワンとして、初めて記述されている。この修道院は817年から、帝国修道院の一つとなった。修道院はその特権を背景に急速に発展し、旧世紀初めには、 すでに100人以上の修道士を要するまでになった。経済発展は当初これと補調を合わすことができなかった。それはエルバンゲン修道院の創設段階ではまだ、この地域の特に工作可能な土地の多くが古田修道院の所有であったためである。スラブの使徒として知られるビザンチン、ギリシアのメトディオスはバイエルンの司教の暴略によって、この修道院の牢獄に、 約2年半の間投獄されていた。メトリオスは873年にローマ教皇ヨハネス八世の朝廷により釈放された。12世紀から13世紀に修道院に属す居住地区が都市に成長した。しかしその住人は修道院の貢献下に置かれていた。この修道院は遅くとも1124年には免続と呼ばれる教皇直轄の修道院となった。 連続の修道院は1215年から帝国諸公となった。1337年頃にフォークトとしてエッティンゲン博が記録されている。修道院長は1381年にこのアムトを博から買い取った。修道院長は市の役所に1年分の報酬と引き換えに業務を委託した。これは市の行政担当者にも議員を兼ねていた。 裁判所職員に対してもなされた。聖職者自身や山林管理人はその職を確保した。1627年に描かれたシュロスープエル番玄、およそ200年に及ぶ持続的衰退期の後、貴族出身の修道士によって宗教改革を免れた修道院は1460年に免続の世俗の修道三次会に変質した。修道三次会長は、 シュロスオプエルバンゲンに住み、教会においては、司教の権利を有していた。彼は、修道三次会所綱領を防衛するための軍隊を保持しており、平時にも40人の兵がいた。その当初の支配域は、アムトエルバンゲン、アムトタンネンブルク、アムトコフヘンブルクを含んだ。1471年に、アムトレトレン、1545年に、バッサー・アルフィンゲン、 1609年にホイヒリンゲンがこれに加わった。1800年頃、この修道三次会処公領は、フランケン騎士クライスのオーデンバルト騎士関東に登録されている。エルバンゲンでは、説教師のヨハン・クレスが1524年から宗教改革の思想を広めていった。エルバンゲン司祭、ゲオルク・ムンパ派はこの年に宗教改革を要求する14箇条を、 教区教会に打ち付けた。アウクスブルク市教が彼を波紋にしたが、市は彼を支援した。聖堂参事会員たちは殺害の脅迫を受け、その多くがこの町を去った。文パ派は1525年に、濃度性の廃止、修道院の改革と破壊を宣言した。彼の提案にエルバンゲンの農民たちが集まり、市と上官への突入を強行した。市民は、 1525年4月26日に中に過剰の要求を受け入れざるを得なかった。約2000人の農民たちは続いて周辺部へ移動し、メンヒスロート修道院を略奪し、ディンケルスビュール氏をも屈服させた。エルバンゲンでも略奪や破壊が行われ、市民たちはついに農民たちを死から追い払った。1525年5月17日にエルバンゲンの群衆は、 シュバーベン同盟軍によって最終的に征服された。ムンパハとクレスは逮捕され、有罪判決を受けて1525年11月7日にラウインゲンで斬首された。遅くとも14世紀にはビュルテンベルク家はエルバンゲン内にホークト大理を置いていた。クリストフ公は偏境伯アルブレヒト・アルキビアゲスによるエルバンゲン放火の脅迫を切り抜けた。 ドイツ騎士団総長ボルフ・ワング・シッツバールは、修道三次会諸公領のアムトを要求し、1553年にエル・バンゲンを占領した時も、クリストフ公はこれに対抗する準備を行ったが、戦闘を行わずに明け渡しを得ることに成功した。1588年と1611年から1618年までの間に約450人の男女がエル・バンゲンの魔女狩りで殺害された。 エルバンゲンはバンベルク市教梁と並んで最も集中的に魔女狩りが行われた街である。2001年にカトリックのセーフトゥス教会は魔女狩りの犠牲者を追悼して当時の形状脇の矢倉の壁をかたどった記念碑を建立した。この記念碑は芸術家で主催のジーガー・ケーダーが制作した。1643年に制作されたマテウス。 メイリアンの同伴画に描かれたエルバンゲン30年戦争では1626年から1635年までの間に薬病がこの町に多くの死者をもたらした。エルバンゲンはカトリック連盟に参加し多大な金銭的貢献を行った。1632年5月22日にこの町はスウェーデン軍に占領された。グスタフ・アドルフ王はエルバンゲンに 自らの代行者として、法円堂へのエンシュタイン博を派遣した。彼は1633年夏に、多くの神父、司祭、修道三次会員を追放し、カトリックの礼拝を禁止して改革派の礼拝を行わせようと試みた。1634年9月9日、ネルトリンゲンの戦いの3日後に、法円堂へのエンシュタイン博は、エルバンゲンを明け渡した。 修道三次会諸公領の時代、市長は修道三次会から指名され、給料を得ていた。非三次会員は市議会が推薦し、修道三次会が指名した。1802年に修道院が世俗化され、エルバンゲムはビュルテンベルクの統治下に置かれた。当初この町はノイビュルテンベルク管区の本部所在地であった。1807年にヤクスト軍の軍長所在地となり、 1924年まで存続した。ビュルテンベルク王はエルバンゲンを自らの国のカトリックの主教座都市とするつもりであった。それに先立ち1812年に総大理司祭と聖職者セミナー及びカトリック神学校を招聘した。この新たに設立されたエルバンゲン大学は後に中便元大学の一部となり、神学校は1817年に 中便原のコレギウムイルストレに聖職者セミナーはロッテンブルクアムネッカーに移され1821年にビュルテンベルクの新しい指教座となった1900年頃のエルバンゲン・エルバンゲンはその後オーバーアムトの本部が置かれたビュルテンベルクの小都市として存在したが1938年にそのオーバーアムトが廃止されたこれ以後この地域はアーレン群に含まれたが 1973年1月1日の軍裁編により、オストアルプ軍の一部に統合された。1916年から1918年の間、エルバンゲンの町外れ、ボルフガングス兵衛に約600人の捕虜となった司令官を収容するためのバラックが建設された。1918年の11月革命では、老兵、霊帝及び農民、 レーテがエルバンゲンで組織されたが大きな騒動は起こらなかった。1919年の地方議会選挙でも国民議員選挙でもエルバンゲンでは中央党が多数の票を獲得した。エルバンゲンはバイマル共和制の終焉まで中央党の画帳であった。1933年3月5日のドイツ国会選挙でも中央党は63%の票を獲得した。 NSTP の得票率は25%であった。統制の時代、1933年春に市議会が解散させられ、国会議員選挙の得票率に応じて議席が配分されることとなった。1933年7月の中央党回答後、市議会の中央党所属議員は1934年1月までに徐々に NSTP の議員に置き換えられていった。 長年市長を務め、名誉市民にも選ばれたカールエッテンスベルガーは1933年8月に引退を申し出た。ビュルテンベルクの内務大臣は後継者に関区指導者のアドルフ・ケラーを据えた。かつての歌手館学校には1934年 SS 部隊が駐在することとなった。同年、国家権力とカトリック教会との衝突が先鋭化し、エルバンゲンで 大きな緊張関係が生じた。これにより、主に SS 隊員によるアンチキリスト的な落書き、区別的な更新、器物損壊などが起こった。1941年7月から1942年10月まで、SS 兵舎の敷地内に、ダッハウ強制収容所の文書が設けられた。ここには主に政治犯や保護抗菌者が収容された。収容されたのはほぼ例外なく、 ドイツ人であった。彼らは、弊社内で様々な労働に従事させられた。1943年6月から終戦まで、エルバンゲンには、ナッツバイラー、エルザス強制収容所の文書が置かれていた。ここには、様々な国の50人から100人が収容されており、建設作業を強いられた。1945年4月7日の朝に、 ヘッセンタール市の行進がエルバンゲンを通った。衰弱の著しい収容者50人が駅前に置き去りにされた。何人かが周辺の家でパンをねだったが、監視人は情け容赦なく彼らを追い払った。その後20人の死者と8人の存命の収容者がダルキンゲン近郊の採掘場へ連れて行かれ、生きている者はそこで射殺され、死者と共に埋葬された。 強制収容所収容者の大部分はノインハイムまで連れて行かれた。そこでも少なくとも23人の死者が採石場に埋葬された。第二次世界大戦中エルバンゲンは空爆を免れた。死が占領される直前の1945年4月22日にアメリカ軍の砲撃を受け5人が死亡、24棟の建物が破壊された。 ボヘミアの森南部をはじめとする故郷を追われた多くの人々が流入し、この町の人口は1550%増加した。1970年代のバーデンビュルテンベルク州の地域再編に伴う市町村合併で、地域は現在の広さとなり、人口は1972年に2万人を超えた。その結果、市当局は大規模軍都市への昇格を申請し、 バーデンビュルテンベルク州の州政府は1972年2月1日にこれを承認した。さらに、エルバンゲン地域は1980年代半ばの連邦アウトバーン A7 号線及びそのエルバンゲン、インターチェンジの完成により大きな経済発展を遂げている。エルバンゲンで最初の兵士は早くも980年にエルバンゲン修道院の記録文書に記述されている。 イタリアでの反乱に対する夫を2世の戦いに、エルバンゲン修道院は40人の装甲騎兵を提供した。1455年にはタイトル湖戦に30人を送っている。ビュルテンベルク博ウルリヒは1460年のプファルツ及びバイエルン聖伐に、士兵を要求している。同じ年の10月に改めて今度は、騎兵30、不評200の兵力を要求している。 その後エルバンゲンには長らく兵舎がなかった。1705年から1707年までシュバーベン軍の騎兵隊はシュロスオプエルバンゲンに宿営した。1792年から1815年の大仏大同盟戦争ではこの町に割り当てられた兵士も戦闘に参加した。世俗化されビュルテンベルクの統治が始まると1802年に オーベルニツ大隊,隊624人、砲撃手13人、カノン砲2門、軽機兵78機からなる、ビュルテンベルク軍がエルバンゲンに配備され、町に軍備がなされた。エルバンゲンは、ビュルテンベルクのフリーデンス兵舎があり、新たに編成された、エルププリンツ不評大隊を要していた。兵舎には、市の中心部にある旧イエズス会修道院が使われた。その後兵舎は、 継続的に強化されていった。兵士の数も増加し、1812年には1550人に達した。このため、1812年のナポレオンによるロシア遠征では、ビュルテンベルク軍は最も甚大な損失を被り、1820年にエルバンゲン兵舎は廃止された。管区司令官だけは1909年までエルバンゲン城に残った。1909年、 ベルク通りに新しい建物が建設された。1914年ビュルテンベルク軍はエルバンゲン駐屯地に歌手館予備学校を設けることを決定した。第一次世界大戦中であるにもかかわらず、大規模な新設工事とミュールベルク兵舎の提訴がなされた。エルバンゲンはビュルテンベルクで最も重要な軍事都市の一つとなった。しかし、ベルサイユ条約での取り決めに従って、 エルバンゲン駐屯地は1921年に廃止された。建物は、はじめは、軌道警察署として利用され、後には、福音主義協会の孤児院に転用された。1933年からは、新衛隊の兵舎として使用された。1933年8月に、はじめは、ビュルテンベルク警察機道隊が、1934年に、組織改革がなされ、 新衛隊特務部隊第一連隊、ドイツラントの3、スターンバンが1939年の開戦後は武装新衛隊及びドイツ国防軍の教育部隊及び予備兵部隊が駐屯した。その結果、大規模な拡張工事がなされた。戦争中には、弊社の敷地ではスペースが不足したため、エルバンゲン市内の建物、 例えばかつてのベルク兵舎やヨーゼフィルムが接収された。1945年4月、エルバンゲンの兵舎にいた36人の兵士がリパッハの虐殺の犠牲となった。戦後は1956年にすべての兵舎がドイツ連邦軍に引き渡されるまでアメリカ軍部隊が一時的にミュールベルク兵舎に駐留した。兵舎の敷地は大幅に拡張された。ダルキンゲンと シェーネンベルクに演習地が設けられた。1958年から2008年までエルバンゲンには第30総攻的弾兵両団の司令部が駐屯した。2014年1月末に最後まで残っていた軍の部隊第465輸送大隊が廃止された。エルバンゲンには連邦言語庁の南部言語センターだけが残っている。エルバンゲン氏は 以下の町村とが合併した。中世から近世にかけてエルバンゲンは人口数百人程度のとても小さな町であった。人口はゆっくりと増加しては戦争、薬病、基金で元に戻ることを繰り返した。19世紀の工業化の始まりとオベールすと鉄道の建設が人口増加を加速した。1803年この町には2451人が 住んでいたのだが、1910年には早くも倍化していた。その後も人口増加は続いた。1939年にエルバンゲンの人口は9415人になっていた。第二次世界大戦後、旧ドイツ東部領土からの難民や追放された人々の波で、本市の人口は1961年には12538人に達した。以前は、 独立した町村であったシュレツハイム、プファールハイム、リンデルバッハ、レイリンゲンを合わせた1975年の人口は21994人となった。バーベンビュルテンベルク州統計局の研究結果に、基づく2005年末のエルバンゲンの公式人口は25260人の過去最高値を記録した。以下の表は、 各時点での市域内の人口を示している。1871年までは推定外産地、それ以後は人口調査結果、または州統計局による公的な研究結果である。一人口調査結果キリスト教、カトリック教会マリエンベルク市教会エルバンゲンは、もともとはアウクスブルク市教区の一部であった。修道院教会を含むエルバンゲン修道院は、 遅くとも1124年には、免続と呼ばれる、市教区から独立した、教皇直轄の状態になった。市自体とエルバンゲンの他の教会や礼拝堂は、引き続き、アウクスブルク市教区に属した。聖ファイト修道院教会の他に、13世紀からは、市の教区教会、マリエン教会が設けられた。1460年に、エルバンゲン修道院は、 世俗の修道院参事会に異常された。1460年から宗教改革を成し遂げようという動きが起こったが、修道参事会長、ハインリヒホォンデアプファルツの抵抗によって挫折した。1568年に、エルバンゲン修道参事会長、オット・トルフゼス・フォン・バルトブルクの招きにより、ドイツ人初のイエズス会士、ペトルスカ・ニージュースが、エルバンゲンを訪れた。 その翌年、近隣のディリンゲンから、イエズス会イたちが、死亡のためにしばしばこの町にやってきている。その小さな支部が1611年に建設された。要請に従って支部を拡大した後、4人のイエズス会司祭がこの町に着任した。彼らの使命には、領主の国会、シェーネンベルクへの巡礼支援、ギムナジウムの強化が含まれていた。 ギムノジウムはその年のうちに4クラスが開校し、その後短い期間に6クラスが増設された。住民の公表によりこの学校は1723年から1729年に哲学コースを設けた。この頃にセミナーハウスの隣にイエズス教会の建設も行われた。世俗化に伴いこのイエズス会の学校は1802年12月21日に ビュルテンベルク公フリードリヒ2世により廃校とされた。建物は、教会も含め国の所有となった。ビュルテンベルクに併合されるまで純粋なカトリックの町であったエルバンゲンに、福音主義教会が設立されたことによる構造変革に伴って、修道院教会とマリエン教会の両カトリック教会区は1818 18年に統合された。 この町唯一の教区教会となった聖ファイド教会は、ロッテンブルク市教区の創設に伴って、主席主催区の主有となった。もともと墓地教会として、市壁の外側に建設されていたゴシック様式の聖ボルフマング教会は、1969年にエルバンゲン第二の教区教会となった。これ以後この教会は、シュレツハイム地区のカトリック信者も管轄することとなった。 急速に増加するエルバンゲンの人口を背景に、1973年にプレハブ広報で建設された精霊教会が第3の教区教会となった。この3つの教区は現在、越ドーとの性、パトリシウス市教会を含めて、エルバンゲン中核区のカトリック信者9700人が所属する死牧会一を形成しており、オストアルプ軍の 全首席司祭区が統合されたオストアルプ、首席司祭区に属している。現在、エルバンゲンに属している、四区においても、宗教改革後もカトリックが保たれていた。これらの教会組織は現在エルバンゲン、首席司祭区内で、四牧会にを形成している。我らが、聖母協会、レイリンゲンの聖ペトルス及び、パウルス協会、ベールスバフ派の洗礼者聖ヨハネ教会、 プファールハイムの聖ニコラウス教会である。福音主義教会聖ファイト教会の屋根から見た、エルバンゲン福音主義教会16世紀、農民戦争の時代には、すでに何人かの住民たちは、福音主義を信仰していた。しかし、修道三次会長、オット・フォンバルトブルクは、市及び、修道三次会諸行領全域では、完全にカトリックを信仰することとした。 ビュルテンベルクへの移管後、弊社建設の時代に、プロテスタントの信仰が再び、エルバンゲンにもたらされた。1802年にはすでに、建築上は以前と変わらず、カトリックの修道院教会とつながっている旧、イエズスカイ教会が、福音主義の弊社教会とされた。この教会ははじめハイデンハム監督区に、1810年からは、アーレン監督区に属した。その後、 エルバンゲン兵舎が廃止され、プロテスタントの人口が再び減少したにもかかわらず、1817年に市教会区が設けられた。旧イエズス会教会は、エルバンゲンのプロテスタント教区教会となった。州の役所の建設により、市のプロテスタント人口は再び増加した。現在エルバンゲン市民全体の1、5にあたる5474人が、 プロテスタント信者である。リンデルバッハ地区やシュレンツハイム地区の教会も含め、プロテスタントの教会組織は、ビュルテンベルク福音主義地方教会のアーレン教会管区に属す。プファールハイム地区とレイリンゲン地区のプロテスタント信者は、ウンターシュナイトハイムバルクスハイム教会に属す。聖教会エルバンゲンには、メトディウス礼拝堂と、ブルガリア人、マケドニア人、 スロバキア人の追悼プレートが設けられたメトート広場がある。ブルガリアの教育、文化、キリル文字の記念日には、毎年、政府とト教会での礼拝を伴う巡礼が行われる。その他の教会カトリック及び福音主義の二大宗派のほかに、エルバンゲンには自由教会が存在する。例えば、エルバンゲン自由福音主義教会、EV。 クリストスイコールゲマインでエルバンゲン EV などである。また、新首都派教会、エホバの承人、末日聖徒、イエスキリスト教会もエルバンゲンで活動している。ユダヤ教早くも中世にはこの町に、ユダヤ教会があった。薬病や迫害などにより、遅くとも14世紀半ばには、エルバンゲンには、ユダヤ教徒がいなくなった。17世紀中頃になってやっと、エルバンゲンに、 ユダヤ人が定住した。そう、の人口は急速に増加し、1870年に改めてユダヤ教会が設立された。この教会は、オーバードルフアムイプフのレビカンクに位置づけられた。1885年、この教会には99人が属していた。全人口に占める割合は、比較的小さいが、この家族は大きな経済力を有していた。 彼らは家畜省に従事し、クズ屋、宿屋、書店兼古書店、農機具賞、新聞も発行する印刷所を営んでいた。19世紀末にユダヤ人は減少し始めた。その多くがより大きな都市に移り住んだ。1933年にはそれでも15人のユダヤ人がこの町に住んでいた。その2年後にユダヤ教会は解散した。現在も ユダヤ教の礼拝堂とユダヤ人墓地が残されている。死者は長らくアウフハウゼンのユダヤ人墓地に埋葬された。1901年になって、エルバンゲンのフンガーベルクにユダヤ人墓地が設けられた。この墓地は1943年に閉鎖され、1944年に墓石が移動され、子供の遊戯広場が作られることとなった。この広場は実際には作られなかった。 1938年にアメリカに移住したエルバンゲンの家畜商人の息子でアメリカ軍士官となっていたエリック・レビィが1945年に破壊を設置し直すよう命じた。旧 n s t p 党員もこの作業への参加を強いられた。イスラム教この町にはムスリムの礼拝所がある。エルバンゲンの市議会は35人の議員と議長を 務める市長で構成されている。市長は投票権を有する。エルバンゲンのトップは、修道院委員長及びは、委員長が指名する、都市大官であった。エルバンゲンの年代記は、都市創設者ハリオルフを、初代修道委員長として、従って同時に、市の代表者として記述している。その任期は764年から780年であった。18世紀後半から、 市の代表者は、フィーゼドームとも呼ばれた。この他に、やはり修道委員長、または委員長代理から業務を委託されるシュタットシュルタイスが、いた。市の裁判所は同時に、市議会でもあった。ビュルテンベルクへの移行後の1819年に、シュタットシュルタイス制が採用された。1930年から、その公式名称は、ビュルガーマイスターに改められた。 1972年2月1日の大規模軍都市への昇格に伴い、首長の公的名称が上級首長となった。上級首長は現在8年ごとに直接選挙で選出される。上級首長は議会の議長を務める。上級首長代理はビュルガーマイスターの職名で第一副首長が務める。第二次世界大戦後の首長を以下に列記する。 エルバンゲン氏の紋章は青字で、端から端まで貫く赤いアンドレアス十字。スペースに四輪の金の百合を配している。氏の旗は青から赤である。エルバンゲン修道院参事会は1480年にラングルで修道院創始者ハリオルフの紋章について調査し、ラングル司教区の紋章を参照することとした。ラングル司教は13世紀初めから フランスの大貴族がこれを務め、フランス王からユリの紋章を使うことを許されていた。紋章は1802年、3年から現在の形となった。これら両都市間でも姉妹都市協定が結ばれている。エルバンゲンは1980年にカプリセ氏及び同盟の軍から追放されたドイツ人に対する支援協力関係を結んでいる。 ロートークゼンブラウエライエルバンゲンの経済は中規模企業と小売店が主である。市内では様々な経済分野で合計12,290人の社会保険支払い義務のある労働者が働いている。約7,253人が市外からこの町に毎日通勤している。最大の雇用主は1,300人が働くバッテリー製造のファルタである。 1946年に BMF という名称で設立されたこの会社はもともと乾電池を製造していた。構造改革、拡張施策に伴って90年代にこの会社のボタン型電池製造部門が L 版面に移転してきた。多くのイノベーション賞を受賞したリチウムポリマー電池の開発センターもここにある。オーストリアの投資会のファルタ社売却後。 エルバンゲンの工場はさらに拡大された。1958年から2014年まで存在したもう一つの大口雇用主がラインハルト兵舎に駐屯していたドイツ連邦軍の支援サービスセンターと旅団司令本部であった。冷戦時代のピーク時には2500人の兵士と300人の民間人がここで働いていた。かつては数多くあったブルワリーのうち、 ロートークゼンブラウエライ一社が営業を続けている。この他の雇用紙としては、エネルギーコンツェルにエンベベイ参加の企業で350人を、要するオーディア社がある。エルバンゲンには、シュベービッシェポストの地方編集局とイプフイコールウーンと、ヤクストイコールザイトングの本社がある。シュベービッシェポストは、全国面の記事を、ウルムのジュートベストポストから引用しており、 イップフイコールウントヤクストイコールザイトゥングはそれをロイトキルヒのシュベービッシェーザイトゥングから引用している。エルバンゲン駅エ,エルバンゲンの経済発展に連邦アウトバン A7 号線から近いことが大きく寄与している。この道路によりウルム、ビュルツブルグ、ニュルンベルクといった大都市圏へ短時間でアクセスすることができる。中核区の約 4km 東に位置する エルバンゲンインターチェンジへは拡充された修道 L1060 号線を利用する。連邦道 B290 号線が市を縦断している。この道路は中核式を迂回するバイパス道路となっている。この道路は市域内を南北に3車線で走っている。第3の車線は方向転換や路肩駐車に用いられる。B290 号線はエルバンゲンから北は クライルスハイムを結んでいる。南は、連邦道、B29 号線に直接接続し、群長所在地アーレンやシュトゥットガルト大都市圏に、繋がっている。B290 号線は、修道 L1060 号線を経由して、エルバンゲンインターチェンジに接続する。この路線は、南環状道を通って、エルバンゲン旧市街付近の2つのトンネルを抜ける。大型トラックは、 1> l 1 0 6 5線を経由してアウトバーンに向かう。L 番原市街地には2000年にオープンした駐車場がある。これにより自動車が都市中心部に容易にアクセスできるようにする駐車コンセプトが策定された。2000年から内市街のマリエン通り、シュピタル通り、シュミート通りでは原動機付き車両の通行が遮断されている。住宅街では多くの通りが コミュニティ道路となっている。エルバンゲン駅は電化されたオベーレ・ヤクスト鉄道の駅である。この駅には2時間ごとにインターシティのカールスルーへシュトットガルト・ニュルンベルク線が発着する。また1時間ごとにアーレン駅やブレンツ鉄道を経由してウルム方面へ向かうレギオナルエクスプレスが2時間ごとにクライルスハイム駅のレギオナルエクスプレスが利用可能である。 バス及び鉄道の近郊交通は2007年12月9日からオストアルプモビール運賃共同体に加盟している。近郊旅客交通はファールブスオストアルプ企業連合が運営している。2014年2月24日からエルバン原市で市バスシステムが当初は2路線運用を開始した。このバスは内市街と住宅地区や 例えば、西安なフィルングルントクリニックなどの重要な公共機関と結んでいる。また、小児や車椅子用のための低床小,小型バス3台が、これを保管している。バスは、月曜から土曜まで少なくとも1時間に1本は、運行している。時速 30km 区間に適用される、叫ぶと止まるコンセプトが特別なものである。2016年11月初め。 市場相撲に新たに2つの路線が加わった。一つは、バスステーションから、ノインハイム地区を経由して、アウトバーン A7 号線沿いのノインハイム、ノインシュタット工業地域まで行く路線。もう一つが、欧州教育、移転アカデミーと内市街を結ぶ路線である。エルバンゲン地方裁判所エルバンゲンには、区裁判所、地方裁判所、州弁護士会があり。 シュトットガルト上級乱と裁判所管区及び、シュトットガルト一般弁護士会管区に属している。また、交渉人役場もある。さらに、オストアルプ軍のエ林局支所もこの町にある。区裁判所とともに36人を収容できる刑務所が1881年に建設された。2016年3月に維持費が高すぎるとして、この刑務所は閉鎖された。青年センタージュゼは、 青少年のための私立のレジャー、文化イベント施設である。特に毎年8月には休暇プログラムが実施される。この施設は市と振興会が共同で運営している。聖アンナフィルングルントクリニークは247床の現在も運営されている3つの軍立病院の1つである。この病院は2005年にエルバンゲンの2つの病院。 セイアンナクリニークとフィルグルントクリニークが統合されて成立した。1950年代からセイアンナ姉妹団が運営していたセイアンナクリニークは参加専門病院であった。この統合によって医療サービスの中央化がなされコストを削減することができた。セイアンナフィルグルントクリニークはオストビュルテンベルクガン治療重点病院連合及び オストビュルテンベルク地域交通センター連合に加盟している。本市は2006年までロッテンブルクシュトゥットガルト市教区のエルバンゲン首席主催区の本部所在地であった。2014年や秋にバーデンビュルテンベルク州とエルバンゲン市はラインハルト弊社の使われていない部分に難民の一時収容施設を設けることを決定した。そのための宿舎が弊社の南部分に建設された。 この施設は2015年4月に解消し、通常500人から1000人の難民を収容している。リーの運用は5年間に制限されている。2015年夏の大きな難民の波に対応して、9月には4500人以上の難民がリーに収容された。2015年12月にも約3400人の難民が収容されていた。 年が明けた2016年には通常の500人から1000の状態に戻った。エルバンゲンは学研都市として全国的に重要である。エルバンゲンの縄文は1967年にドイツ郵便の50プフェにヒギっての図案になった。上官博物館が入居しているエルバンゲン城エルバンゲンアレマン人博物館はアレマン人の歴史に関する最も重要な博物館の一つである。 ラウフハイム近郊の発掘現場からの出土品はここに展示されている。エルバンゲン高台の上巻にある上巻博物館はエルバンゲン修道三次会諸行やビュルテンベルク王の豪華な居室の他に価値の高いシュレツハイムのファイアンス焼き、バロック様式のクリスマスクリッペ、時計、ドールハウスやシュティルナーの部屋がある。この他にプファールハイム地区に博物館がある。 農民の部屋と狩猟博物館である。さらに、エルバンゲンには、多くのギャラリーがある。中でも2004年5月にオープンした、アトリエ13は、クリストとジャンヌ・クロード、フリーデン・スライヒ、フンデルト・バッサー、イエルク・イメンドルフ、ネスといった著名な芸術家の作品を入れ替え、展示している。聖ファイト協会の内部聖、ファイト・バシリカ芸術史上極めて重要な作品が、 この町の象徴的建造物性ファイト修道院、教会である。この教会は12世紀に建設された三郎式、十字型の教会堂で、シュバーベン地方で最も重要なロマネスク様式のボールトバシリカとされている。三本のロマネスク様式の教会堂は遠くから見分けることができる。16世紀から17世紀に内部はバロック化され、ロココの姿に作り変えられた。 神道西側の全室ホールだけが元の姿を止めている。とはいえ、内部のそこここに中世世紀の原型が残っている。ゴシック様式の回廊や聖母礼拝堂は直接神道につながっている。この礼拝堂にはエルバンゲンで崇拝されている神父フィリップが埋葬されている。この教会は1964年に昭和シリカに昇格した。 隣の福音主義主教会に直接つながる扉はエキュメニズムの特徴と見ることができる。セファイト教会と福音主義教会福音主義教会セファイト教会と隣り合って福音主義主教会がある。1724年から1729年に建設されたイエズス教会の壮麗なバロック様式のファサードはカトリックのバシリカ教会の北側に直接接しており、 一部は、その下に覆われている。現在の福音主義史教会の渦巻き装飾を持つ、破フには、二人のイエズス海聖人、フランシスコ・ザビエルとイグナチオ・デロヨラの像がある。教会内部では、特に入り口の格子模様とボールト画が、印象的である。フレスコ画は、コスマス・ダミアン・アサムの弟子、アウクスブルクのクリストフ・トーマス・シェフラーによるものである。天井画には、 聖母、マリアの生涯が描かれている。1802年に、領収派が同等であるとされたため、イエズス教会は、福音主義師教会に改められた。バロック様式の教会堂は、現在、優れた音響効果を有しているとされており、そのためしばしばコンサートに利用されている。エルバン源旧市街級、イエズス会神学校師の中心、修道院教会の南側に、 バロック様式の修道院三次会館に縁取られたマルクト広場がある。ここから数多くの通りや路地が放射状に伸びている。この広場は現在主に市場や文化イベントに利用されている。特に見応えがあるのは1722年に修道三次会長フランツルートビヒーォンプハルツノイブルクが建設し、現在は 州弁護士会とエルバンゲン地方裁判所刑事部が入居している旧イエズス会新学校である。その向かい側にあるのは有名な建築家、バルタザールのイマンが建設に関わった旧三次会議児童である。1812年から1817年まで、ここにはエルバンゲン大学進学部の行動が入居していた。その後、ビュルテンベルク王国のヤクスト軍の所在地となった。 この町で最も古い建物の一つが1550年にはすでに記録が残されているツンメルレ家である。この建物の中にはかつてエルバンゲンの郵便局が入っていた。かつての宿やシュバルツァードラー邸にはゲーテやモーツァルトをはじめ多くの有名人が宿泊した。ゲーテ訪問を記念してこの建物のファサードにはそのシーンが描かれている。この町で 最初のバロック建築が1688年にビルヘルム・クリストフ・アーデルマン・フォン・アーデルマンスフェルデンの館として建設されたアーデルマン邸である。セイ・ミヒャイルの立像が乗ったこの世俗建築の突き出した頂点は遠くから望むことができる。現在、この旧白尺邸には私立図書館及び市の芸品室が入居している。見応えのある。 宗教建築としてはさらにマリエン協会や聖ボールフガング協会がある。現在視聴者が入っている旧聖霊病院にはエルバンゲン市内に数多くある礼拝堂の一つである病院礼拝堂がある。さらに旧市街の周囲には多くの塔が残されている。特に見応えがあるのは現在は時警団が利用しているヒルテンガッセの防衛塔である。 シェーネンベルクとエルバンゲン城、シェーネンベルク、教会内市街の東部にシェーネンベルクのマリエン巡礼教会とエルバンゲン城がある。シェーネンベルクの巡礼教会では、ミハイル・トゥンプとクリスティアン・トゥンプの兄弟によって、フォアールルベルガー・ミュンスター様式の建築が初めて実現した。この教会建築様式は1680年頃から南ドイツの教会建築に用いられ、 オーバー・シュバーベンの修道院教会の多くが、この建築様式で建設された。シュロスベルクのルネサンス様式の上官は、エルバンゲンの修道三次諸行の館として使われた。14世紀に広い城塞として建設され、後世に豪華な上官に改築された。中核宿以外の宿の教会及び礼拝堂、レイディンゲンの聖ペーター及びパウル教会、 プファールハイム地区のカトリック教区教会である聖ニコラウス教会は1891年に J ・カーデンによって建設された。この教会建築の一部は15世紀のもので、これに新しい建築が融合している。教会等は後期コシック様式である。興味深いのはプファールハイムに属すカトリックのベールスバッハ教区教会も やはり方形屋根の後期ゴシック様式の塔を有している。アイゲンツェル地区のゼバスティアンス礼拝堂は、その中核部分に多角形のボールトの内陣を有するゴシック様式の境界堂が特徴である。この礼拝堂は1666年に建築家カスパール・ファイヒート・マイヤーによって建設された。隣のラットシュタット地区では、 エルバンゲン修道院の許可取得後短期間で生産民一体礼拝堂が建設され1731年に完成した。レイリンゲンにはエルバンゲン市で最も大きな村の教会がある。現在のカトリック教区教会聖ペーター及びパウル教会レイリンゲンは高キロマネスク様式の仙台教会の近くに1898年から1901年にかけて建設された。 レイリンゲンは特に19世紀には重要なマリアの巡礼地でもあった。ディーターバッハの礼拝堂は華麗に装飾されたロココ様式で作られた礼拝堂である。隣接するハイスター方辺の聖ウルズラ礼拝堂も同時期に成立し1702年に建設された。さらに、キリンゲンのバロック様式の聖マルティン礼拝堂も見どころである。 ノインハイムの聖守護天使礼拝堂は現在、エルバンゲン中核宿の聖ファイト教会区の司教会となっている。1723年に建設され、1729年に建道されたこの礼拝堂は、2005年に大きな費用をかけて修復がなされた。この礼拝堂は、エルバンゲンの高台に立っているため、遠くからも望むことができる。周辺部では、 のインシュタットの14旧南聖人礼拝堂と、レトレンのカタリーネン礼拝堂がさらなる宝である。アントニウス礼拝堂は、1692年には、すでに創設されており、1729年に、剣道された。左脇祭壇の祭り台に、1773年、74年に、シュレツハイムのファイアンスや気候房で制作された、ファイアンス祭壇がある。この原型は、 バンベルクのヨハン・マルティン・ムッチェーレによって作られた。エッケンドーとの聖パトリツユス教会は19世紀末になって成立した。ローテンバッハの礼拝堂は1737年に建設された。リンデルバッハ地区の愛避礼拝堂はシェーネンベルクの麓にある。その創設は1498年である。これにより、この建物はエルバンゲンで最も古い建物の一つに、 数えられている。エルバンゲンとその宿では多彩なクラブサークル、教会活動が行われている。エルバンゲン時計団はとても長い伝統を有している。1439年にはすでに、死の年代期に、修道三次会所綱領を守るための射撃ギルドが初めて記述されている。世俗化後、1848年の革命時に、この護衛部隊は結成された。 市民防衛隊に置き換えられた。単に儀礼的な目的のために存続していた市民軍への保護支援は19世紀頃に下火となった。1958年10月13日、新たに市民防衛隊が創設された。これ以後時系団員の数は200人ほどに増加した。ユニフォームはオーストリアの不評連隊をモデルに市の色である赤と青を用いている。 集団なく古い歴史を有しているエルバンゲンの団体がローゼンクランツ兄弟団である。この団体はマリエン教会が建設された1615年に発足した。団員数は20人に制限されており、入団は個人的な推薦によってのみなされる。スポーツクラブでは TSV エルバンゲンと DJK エルバンゲンが水泳、陸上競技、障害者スポーツから バスケットボールや野球といったアメリカで人気のスポーツ種目まで幅広い競技部門を提供している。DJK と TSV のサッカー部門は2010年に統合され、新たなクラブ FCL 番元1913となり、別力スリーがコハー、レムスでプレーしている。この街の多くの地区が独自のサッカークラブを有している。2017年現在、 エルバンゲン周辺で最も高いクラスで戦っているスポーツチームは TSV エルバンゲンの野球部門である。この1994年から存在するフィルグルンとエルクスは2010年シーズンからドイツ野球ソフトボール連盟 DBEV が運営するレギオナルリーガ南部イコール東部に参加している。TSV エルバンゲンのバレーボール部門も成功を収めている。 その男子部門は、1990年代に、バレーボールビュルテンベルク地方連盟のレギオナルリーが、2まで進出した。2012年、2013年シーズンには、男子第一チームは、バレーボールビュルテンベルク地方連盟のランデスリーが、ノルトに昇格した。極めて成功した旧柱木競技のクラブが軽し、シュレツハイム EV である。二つの女子チームが、 ブンデスリーガの一部と二部で戦っている。文化面で重要なのは各地区の音楽クラブである。天然のスケートリンク市内には数多くのサッカー場、ボルツ場、いくつかのテニスコートが点在している。エルバンゲンコネ町の水浴施設は夏にはウォーターシュート、飛び込み台、スポーツ用の砂浜が用意される。エルバンガーベレンバートが一年を通して使用できる。冬には 雪が降ると、フィルグルントの森に、ロイペが設けられる。また、シェーネンベルクの斜面では、スキーリフトが営業している。都市施設局は、冬の期間中、シースバーゼン民衆祝祭広場の近くに、天然のスケートリンクが設けている。自転車では、近年人気が急上昇している、コハーイコールヤクスト自転車道経由でエルバンゲンに、達することができる。この他に、 ローテンブルクオップデアタウバーからオストアルプを経由して、ドナウ川沿いのウルムに至る広域自転車道方園道へオストアルプベークが通っている。さらに様々な地方自転車道路がエルバンゲンを視点としている。定期的なイベントは主にシリーズホールとエルバンゲン場で行われている。アマチュア劇団を持つ演劇グループ、テアターメンシェンは夏にエルバンゲン場の庭園で上演している。 エルバンゲンを舞台とした作品がしばしば上演される。数年前からは冬にも障害者と共同で舞台作品の演出を行っている。テアターメンシェンの他に学校、農民演劇グループもある。旧市街の変園部に映画館、レギーナ2000がある。大規模な拡張工事は小さな文化映画ホールの他にオストビュルテンベルク最大のスクリーンも設けられた。 数多くの飲食店やカフェのほか、主に繰り返し行われるイベントがエルバンゲンのナイトライフを特徴づけている。街を挙げてすべての飲食店が参加するテーマイベントがこれに含まれる。カルター・マルクトの馬のパレード伝統的なエルバンゲンの馬市、カルター・マルクトは1000年以上にわたって行われている。この市場は17世紀に1月17日の3つ子の 成人の記念日から公原最後の月曜日に移された。現在もこの日に馬のパレードが行われる。カルター・マルクトの幕開けに馬の成人であるシュポイジプス、エロイジプス、メロイジプスに礼拝が捧げられる。カルター・マルクトの中心となるのは400頭近くの飾り付けられた馬のパレードである。馬は単独で、あるいは馬車を引いてエルバンゲンのうち市街を練り歩く。 ペンネラー・シュニッツェル・バンク社肉祭の日曜日のデア・ペンネラー・シュニッツェル・バンクはこの街の社肉祭の最も古い伝統である。150年以上前から黒いドミノを着てトルコクレセントや松明を持った学生たちが内市街やエルバンゲンの飲食店を練り歩き芸術的な市で地元の名士の罪状を挙げつらう。シュバルツェシャールの構成員の秘密は絶対に守られる。 印刷された詩のリストがエルバンゲンのいくつかの商店で販売される。シュバルツェシャールは時折自分たち自身も題材にしている。夏にはエルバンゲン上での伝統的な郷土の日が開催される。街の夏ではゴミ拾いレースからコンサートや演劇公演まで暑い時期にも文化プログラムが提案されている。マルクト広場では水曜日と土曜日に 地元の商人や生産者の生産品を扱う州の市が開催されている。毎週行われる金曜日の農民市は主に地元の農民の食料品や製品が販売される。年に6回開催されるクレーマーマーケットには様々な種類の製品が並ぶ。シースバーゼン民衆祝祭広場ではのみの市の他に多くのメッセや展示会が行われる。その多くは 旧市街の買い物ができる日曜日と結びついている。視聴者前とマリエン通りでは、アドベントの期間にエルバンゲイのクリスマスマーケットが開催される。エルバンゲイでは、1947年にキリスト教政治家の対話サークル、エルバンガークライスが結成された。これは1960年代末まで存続した。2014年3月29日にアイスバウライエ411。 エルバンゲン駅、エルバンゲンと名付けられた。フィリップ・イェ・ニンガーこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ドイツ語、ホルハイム、フォルイコール、クイ、ハイムイコール、家で、防御作のクイにちなんで名付けられた。連邦言語庁は、連邦国防省の管轄下にある。ありがとうございます。